マドリード条約、またはサンドウィッチ協の条約は1667年5月27日にイングランド王国とスペイン王国の間で締結された条約。1654年に勃発した英日戦争の終戦に向けた第一歩となった。1659年にフランス王国とスペイン王国の間で締結されたピレネー条約により24年間続いた。 フランス・スペイン戦争が終結した。翌年のチャールズ2世によるイングランド王政復古により、オリバー・クロムウェルのイングランド共和国期に勃発したエ日ニス戦争も実質的に終結した。エ日ニス戦争が勃発した時点で、海外追放中のチャールズ2世は1656年のブリュッセル条約でスペインと同盟を締結、戦争中に、 イングランド共和国が占領した領土の返還を約束した。しかし、スペインをフェリペ4世が、チャールズ2世の福井にほとんど助力を与えられなかったため、チャールズ2世は立場を変えた。1662年、チャールズ2世は当時イベリア連合を破って、ポルトガル王政復古戦争を戦っていた、ブラガンサーサ、ポルトガル王国と同盟を締結した。彼は、 婚姻条約を締結して、キャサリン・オブ・ブラガンザと結婚、キャサリンの持参金として、ボンベイとタンジェがポルトガルからイングランドに割上された。チャールズ2世はさらに、ポルトガルへの遠征軍を派遣して、王政復古戦争を援助、スペインが激怒する結果となった。リチャード・ファンショーの肖像が、1640年頃。英西関係は未だに緊張していたものの、 リチャードファンショーがスペインに派遣され、ポルトガルとスペインの間で講和を仲介しようとした。その後、ファンショーは1664年にスペイン駐在イングランド大使に任命され、スペインとの通商条約交渉を命じられた。彼は同時にイングランドの海軍力がスペインのそれより上であることと、スペインが西インド諸島の情勢を支配できていないことを指摘して、 イングランド商人への不法行為の保障を求めた。しかし、イングランドとスペインが貿易をめぐって競争状態にあり、フェリペ4世の顧問官の間で意見の食い違いが出ていた上にフェリペ4世自身の健康が悪化していたため交渉が長引いてしまった。また、イングランド側もポルトガルを援助し続け、以前の条約に違反していたため、スペインは ファンショーが着任してから8ヶ月経っても交渉に及び腰であった。そのため、ファンショーはスペイン・ポルトガル間の講和を再び仲介しようとしたが、第二次英乱戦争が勃発したこととフランスとの関係が不安定だったためイングランドは交渉に集中できず、ファンショーはスペインからの情報を引き出すことに失敗した。1665年6月、 イングランドとポルトガルの連合軍は、モンテスクラロスの戦いで、スペイン軍を決定的に敗走させた。スペインはもはや勝ち目がないと観念して、ファンショーが出した条件に同意するようになり、数ヶ月後の12月17日には、ファンショーがメディナシドニア公爵との交渉をまとめて、条約を締結、イングランド商人に有利な条件を引き出すことに成功した。 その1ヶ月後には、スペインの要請を受けて、リスボンに向かい、条約に加入するよう説得しようとしたが、3月8日には失敗して、サーロバート・サウスウェルと共に戻ってきた。この失敗により、チャールズ2世は条約を批准せず、ファンショーの条約締結を越権行為として、彼を罷免、代わりにサンドウィッチ教を派遣した。スペイン側では、 ポルトガルとフランスが1667年3月のリスボン条約で同盟を締結したため情勢がさらに悪化。フランス王ルイ14世はイングランドが30ヶ月内にスペインと講和した場合、スペインに戦線復刻するか、ポルトガルに90万クルザードの援助金を与えることに同意した。このように悲惨な状況に置かれたスペインは、数ヶ月後にようやくイングランドとの講和に動き出し、 ファンショーの条約がまたしても持ち上がった。イングランドが1630年のマドリード条約を更新することを拒否したため、両国は新しい条約を2つ締結した。一つは通商条約で、もう一つはイングランドによるポルトガルとスペインの停戦仲介を予想した上での合意である。スペインがマドリード条約で大きく譲歩した結果、イングランドは 最敬国待遇を獲得、スペインのヨーロッパにおける貿易では、ネーデルラント連邦共和国と同様の待遇を得た。イングランドはさらに、希望未練のどちら側の植民地から持ち込まれた品物に、かかわらず、スペインに持ち込むことが許された。これは、ファンショーの条約では記載されていない条項である。条約はイングランドに大きく有利であり、イングランドの政治家も商人もそれを歓迎した。 イギリス東インド会社の貿易業者は、インドの在外商館から、スペイン領東、インドに品物を持ち込むことができるようになった。一方で、戦争の起因であった西インド諸島のイングランド領は、定住がなされなかったままであったが、永遠に西間の和平に向けた大きな一歩であることには、変わりなかった。翌年、ポルトガル王アホンソ六世が、クーデターで、敗位、追放され、 ポルトガルはイングランドとの関係を修復して、フランスとの同盟を事実上無効にした。これにより、イングランドによる仲介は、マドリード条約に基づく義務として行われ、イギリスからポルトガルへの遠征軍は、目的が達成されたとして解散された。1668年2月13日、スペインとポルトガルの間でリスボン条約が締結され、 サンドウィッチ協の仲介により講和が成立した。ポルトガルの独立を目指す、長きにわたる戦争は終結、スペインはポルトガルのブラガンサーサを承認した。カリーブ海の英西間の領土紛争はこの条約では解決されず、3年後の1670年、マドリード条約でジャマイカとケイマン諸島がスペインからイングランドに割譲された。ありがとうございます。